日本東京都府中市若松町若松町は東京都府中市の地名。現行行政地名は若松町1丁目から若松町5丁目。郵便番号は183-0005。府中市の東部に位置する地域である。市内中心部には東西に国道20号、南北に都道府中小平線が貫いている。南から時計回りに清水が丘、緑町。 浅間町、玉町、公洋急及び白井都大に隣接する。町内は主に住宅地として利用されている。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、若松町3丁目25番17の地点で27万5千円、平方メートルとなっている。1889年の町村静止港から府中市発足までは、北多摩郡玉村に属していた。 1954年4月1日に、府中市成立により、府中市の一部となり、1964年に、大技、常久、これまさ、上染屋、瞳の各一部から若松町が成立した。府中市発行の本によると、町名の由来は、この地区は、瞳、常久、これまさの飛び地により成立しており、いずれも歴史に関係が深く三者の意見が対立したため、 将来に向かって若々しくめでたいよなということで若松町という決定を見たものである。合わせの道は品川道と旧甲州街道を結ぶ間の道。3本ほど確認されている。2018年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。浅間山浅間山公園。 ありがとうございます。